おはようございます。釣り子 TV です。これ、ね、これ見てください。ラッキークラフト USA っていうことで、ラッキークラフトの USA 仕様の超巨大なサミー。これをね、買うことができたので、早速ね、ちょっと開けていきたいと思うんですけど、これ、ちょっと、ね、もう手からはみ出んばかりの、超巨大サミねえ、こんなのねネットであるんだなんてね知って、でどうにかね通販で買うことができたんですけども、カラーが2種類ね、売っていたので、ボーンシャッドっていうのと BP ゴールデンシャイナー、ね、この2つ買ってみたんですけども、裏はこういう感じで USA なんで英語表記ですね、まあ、サミーに、まつわる何でしょうか、あポイント使い方のポイントなんか書いてあるんだと思うんですけども、これちょっとね存在知らなかったんですけども、見た瞬間にビビビビビビビッと来てですね、ついついとりあえずあるのを全色買いだと思って2色ね、選べたので2つとも買ってみたんですけど、早速じゃあちょっと2つとも開けていきたいと思います。まずは、こちらがですねBP ゴールデンシャイナーっていうことで、はい、キラリン、これあーでっかいけどサミーですね、うん、うわこの後ろのウエイトのごとつき、これすごいな、ここにね超ゴツッとくる重りが入ってますよ。で上にはシャラシャラするこんな感じのやっかましいねガラスビーズか何か入ってるのかな、で下はどちらかっていうと横でなくてこう縦にね動くようなストーンとした、重心が入ってますね、重りで、針がね3本フックで、ここに名前が書いてあるんですけども、スーパーサミ198っていうのが、正式な名前ってことでいいんですかね。はあ、このね色味、じゃあねこれともう一つねこっちの色ね、これはボーンシャットってことで、こっちも開けていきたいと思いますよ。これもまたあ、なんか腹側のこの感じサミーって感じの色合いじゃないでしょうか。で背中がねこういうね、なんとクリーム色っていう感じですけどね、あ遠くに投げてもまあどこにいるか視認性が良さそうな色だなぁなんていうふうに思いますが、赤い目でねこれもなかなか可愛らしいですね。で口がやっぱりちゃんとサミーですね。でサミーですねサミーですねってどういう感じだったっけサミーっていうことで、あのオリジナルサイズとかもね大好きなので持ってるので、ちょっと、比較対象で持ってきてみました。まずはこれね、あ一番最初に出たサミーってこのサイズじゃないかな。でこのね背中にねこういったフィニッシュのこのシールを貼ったような、この色大好きでね、で腹折れで、まあよう釣れるルアーですよね。でこれと比べるとこんなね、はいこんなサイズ感違うんですね。出た当時はこのサイズでもね関東のバスなんか釣るのにはあまあねちょっと大きいかななんて言って、これのね小型サイズ、はいこれねこんな感じでね一番小型のサミーね、うん、これねこんな感じで、まあこれ65だったっけな、まあよく釣れるんで、おかっぱりで護岸際なんか攻める時にはなくてはならない、もうあんまりにもね釣れすぎちゃうんで、もうあんまり使うこともなくなってしまった、もうこれ投げたらそれは釣れるでしょっていうぐらいね、もう反則級に、使っていた出た頃なんか思い出すと、ポップ X ね、ポッパーはポップ X っ
で、ペンシルは、ドッグ X ってわけではなくて、自分はペンシルはね、このね、サミーシリーズが好きでよくね、使って実際に釣っていたなぁなんて思い出があった。もちろん、コアユなんかも大好きでしたけども、ここぞっていうタイミングではこのね、サミーの一番ね、当時小型だったこのサイズ、よく使っていたんですけども、で、ま、このサイズだとちょっと、大きいかな、やっぱこっちのサイズだよな、なんて思っていたんですが、それと比べても、はい、これ、どうですか？ちょっと、でかすぎでしょ、ね。いやー、スーパーサミー198ってことで、まあおよそ20センチ近くあるっていうことでいいのかな。で、もちろんまあ、すごいね、大型のベイトを追ってるフィーディング状態のブラックバスでも使ってみたいんですけども、買ってみたのはね、好きでやっている、これから秋のシーズンなんかに開幕するこの白パターン。これで使ってみたいなーなんていう風に思って買ってみたわけなんです。っていうのも、こういう巨大ルアーが手に入る前はですね、結構ね、ザラ使ってたんですよね。はい。これ。ヘドンマグナムザラスプークっていうことで、ちょうどどうでしょうか。それより少しね、大きいぐらいのサイズになるんじゃないですかね。で、まあ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 。これがマグナムザラスプークなんですけども、はい、これスーパーマグナムザラスプークってね、さらにね、大きなザラスプークがあって、それとどうだろう、それをずんぐりむっくりさしたイメージっていう感じですかね。ちょうど間、間ぐらいになるのかな、この、はい、並びで言うと、こういうね、大きさの差があって、ちょうどスーパーマグナムとマグナムの間を埋めてくれるんですけど、ボディ幅なんかはこっちの方が大きいのかな。で、こっちは結構あのちょっとチャラチャラするけど静かめなんですね。こっちはこの音ね、このノックサウンド聞きそうじゃないですか。で、まあ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 、去年なんかね、実際に釣った動画なんかも上げてたんですけども、去年大活躍したのが、はい、これね、メガバスの、メガドック、ね、220。これがそうか、220だから、そうですね。こんな感じになるんですね、こんな。ね。大きさ比較としたら、はい。まあ、なんかとんでもない感じになってきましたね。これが結構使ってるイメージとしては、スライディングがすごい綺麗に出るルアーだな。横にスッスッってもう、こう画面からはみ出ちゃうぐらい、多分ねスッってね、スパーンってね飛ぶんですけども、まだね使ってないんでね、実際ねこれから使ってみてどういう動きか見ていきたいんですが、これはサミーの血統なのでね、このね兄弟たちと同じく結構こういう感じでね、重りもすごいこっちゃいってるから、だいぶ立ってくれるんじゃないかな。そこら辺でまあ味変、ここら辺のルアーはどちらかっていうとスライディングがすごい、得意なんですけども、こっちはね、もっとウォーキングザドッグ、キュッ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 バンバンね、横っ腹も広いので水を横にで押し付けながら、あとはこの音とここのカップのね、サミーならではのちょっとスプラッシュも混じったような、高速ドッグウォークができる、まあ、高速でねドッグウォークさせられるかな、まあそんな感じでね、ちょっとこれから秋のシーズンに、せっかく手に入れたので使い込んでみたいななんていうね、まあ去年ねここら辺も大活躍してくれたので、このね新しく手に入れたペンシルたちも活躍してくれるんじゃないかな。で、今勝なんかからもうAmazon ペンシルなんかの流れを組む大きめのペンシルベイトが作ってるよなんていうねアナウンス出てますんでね、そんなところもまあここら辺のサイズ展開の中でちょっとね考えてみようかな、買ってみたいななんていうふうに思うんですけど、まずはこのねスーパーサミー198ね、これを手に入れることができたので、ご紹介ですということで、まあどうですか、こんな感じでね、アメリカンなパッケージに入った、新しい仲間を、手に入れることができました。で、これね
今回買ったやつ。はい。ちょっとね、これでかすぎてね、入れるボックスとかもね、ちょっと考えないとな、なんていうところではあるんですけども、どうでしょう。まあ、使ってみてね、いろいろと、あと針の感じとかね、あ、ここね、今、はい、見て気づきましたけども、前と後ろはシングルのスプリットリングなんですけども、バラシーズラサーを優先するためにですかね、この、真ん中の針だけダブルスプリットリングですね。ここら辺のアイデアはこういったね、このメガドックなんか全部ダブルスプリットリング、最初から装備されてるんですけども、このサミーに関してはバラしづらい肝になる、ダブルスプリットリングが最初から標準装備で真ん中についております。まあね、ちょっと持ってるだけで上がるルアーなんでね、早速、まあ結構こういうのを投げるのも想定しての、釣り竿、リールなんかもね、徐々に集めてますね、ラインも含めてですね。だからまあちょっとうまい感じで魚釣ることができたら、こんなセッティングで釣れましたよなんていうのもね、動画でご紹介していければななんて思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はこちらね、ラッキークラフト USA のスペシャルモデルスーパーサミ198、これをね2本買ってみてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。